喧嘩っといて逃げてんじゃねえ。売るつもりはなかったけど、何今更ふざけたこと抜けてんだ。意味がわからない。二次元以外でリンチとかありえないから。何してんだろ。後ろ姿可愛いけど男だよな。ズボンだし。喧嘩？うわ、お前じゃ無理だろ。ねえ。どうした？平野先輩、あの南棟の校舎裏で生徒が一人一方的に暴力を受けてて。止めなきゃ。ねえ。止めてくるからこれ持ってて。え、誰？あの。はい。あ、んだよてめえ。掃除の邪魔。大丈夫？あっち行きな。あ、はい。おい、ざけんな。その先輩の後ろ姿に密かに憧れた。佐々木、一人か？お相手は？ああ、帰っちゃったか。また会えたら。いや、でもどこだした？おい、言って聞け。なんだっけ？相手どうしたんだよ。ああ、帰ったわ。は？顔とか覚えてねえの？ああ、多分後輩。一年じゃね？先輩には見えなかったし。どうしてこうなった？